当期に行われる、イルミネーションの用水川桜駅は、秋田県南秋田郡伊川町浜伊川わあざ新石に、ある、東日本旅客鉄道を追う本線の駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。両ホームは自由通路を兼ねる、地下通路で連絡している、土崎駅管理の簡易委託駅。駅舎は交流センターとの合築となっており、切符売り場のほか、 待合室、トイレなどがある。2番線側には西口があるため乗車証明書発行機が設置されている。駅舎の周囲2カ所に無料駐車場があり、パークライドなどに利用されている。また、東口側の駐車場内には秋田銀行の現金自動預け払い機が設置されている。JR 東日本によると、 2020年度の1日平均乗車人員は250人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。東口駅前は国道7号に面する。西口側は新興住宅地。かつては高速バスの野代秋田線が停車していた。井川桜という駅名は近くに桜の名所、日本国花園があることに由来するが、 人名のように感じ取られる駅名として取り上げられることが多く、グーランキングの芸名、人名だと勘違いしそうな実在の駅名ランキングや人名じゃないのかよ、と突っ込みたくなる駅名ランキングにおいていずれも、竹豊中山香織、伊賀和志、大見舞子、吉川南な,などを抑え1位になっている。駅開業後の1996年には、伊川町によって同盟の 伊川さくら氏が招待された。ありがとうございます。